この番組は物流のベストパートナークールハート、アメリカンビンテージショップの LA デポ千葉の提供でお送りします。千葉ジェッツ公式番組ジェッツだぜ、ナリーナ MC リスケです。さあ今回のジェッツだぜは4シーズンぶりにジェッツに帰ってきた荒尾岳選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあこう千葉に戻ってきてからもう2ヶ月、3ヶ月、そうですね。またこうどうですか、もう慣れましたか。もう慣れちゃいましたね。やっぱあのいつも通ってた道だったりっていうのがあるんで、はい、まあもうリズムはできて、うん、いい感じに暮らしてると思います。でも今回ね、あのこの収録専用の練習場6階スペースでやってますけど、ここもなかったじゃないですか。はい、なかった。どうですか、その変化というか。そこの変化が一番大きいんじゃないかなとか思うんですけど、最初の時はやっぱり毎日のようにこう点々と体育館を移動して、でそこからジムに行ってトレーニングしてとかだったので、こうやって一つのところに全てが揃っているので、すごい練習しがいありますし、それともになんかあの頑張んなきゃなっていう気持ちになりますね。あのどうですか、その船ありとか その会場の盛り上がりとか雰囲気とかっていうのはまたちょっと変わったかなと。そっちの方はどうですか。そうですね、ここ開幕してからほとんど毎試合かな、チケットがもう完売の状態で来ていただいているので、すごい盛り上がりで、まあ、あと今やっぱ声出せない状況なので、それがまた良くなっていったらもっと盛り上がるんだろうなというふうにあの想像しながらあの楽しくプレーさせてもらってます。あの階段とかもありましたっけ。階段あったんですけど、ありましたっけ、はい、あのホーム開幕戦の時はサイドから降りる階段だったんですよ、はいはい、僕前にいた時はまっすぐだったんですよ、はいはいはい、そのイメージで行ったんで、こうああ行った後に降りようかなと思ったらないみたいになって、うわ危ない危ないって言って横から降りたんですけど、そんなねちょっとマイナーチェンジがそうですね。ジェッツだぜ。であの昨シーズン仙台でプレーされても、仙台が B1 に昇格に貢献した学生だと思うんですけど、仙台ってちょっと残るって残留のオファーもあったって伺ってたんですけど、そこちょっと迷ったりしなかったのかなって。あ、まあめちゃくちゃ迷いました、ね、めちゃくちゃ迷いました、あの最終的な決め手はもともとお世話になってたクラブでもう一度必要とされてそこに貢献することができるならっていう気持ちで、僕もあの以前いた時にいろいろ成長させてもらったので、その恩返しが少しでもできればいいなと思って、はい、決めました。ブースターの皆さんもやっぱ荒尾選手が帰ってきたって、あ嬉しい、だいぶ湧いてるんですけども、ちょっとねそんな映像があるんで、はい、ちょっとぜひご覧いただきたいと思います。います。はい、ちょっと久々に V フレやっちゃいますか。あやりたいですね。あじゃあちょっとぜひ、じゃあ VTR どうぞ。嘘と思ってあの大野さんとかみんないなくなっちゃうってなってたので、なんかあーと思ってたんですけど、それを吹っ切るぐらいお帰りなさいと思って嬉しかったです。安定感なんか試合出てくれると安心するというか、ありがとうございます。なんか守りきってくれる感じがします。岳さん応援してます。今シーズン楽しみにしてます。頑張ってください。すごい嬉しかったっていうのと、やっぱりいっぱい選手動いちゃったんで、あの今年大丈夫かなっていうところをぐっと引き締めてくれるのかななんていう意味ですごい期待してます。荒尾選手、戻ってきていただいてありがとうございます。今年1年しっかり応援させていただきますので、頑張ってください。 Go Jets。 はい、帰ってきていただいたのでもう嬉しくて勝っちゃいました。オフェンスはあんまり得意じゃないのはしてるんで、はい、ディフェンスとリバウンドでもう大暴れしてくれれば、はい、いいと思います。あじゃあ荒尾選手、お帰りなさい。どうも帰ってきていただいてありがとうございます。また大暴れしていただけると嬉しいです。期待してます。ということでブースターの皆さんからの、ね、はい、熱いお帰りという気持ちご覧になってどうでしたか。こうやってそうですね、実際にあのブースターの方の声を聞くっていうのは初めてだったんで、うん、まあ、嬉しいですね、はい、やっぱこうジェッツ一回離れてから戻ってきた選手っていうのはガクさん初めて
なんか見たいですね。というところで、はい、そことしてもなんかすごいなっていう部分が。なんすかね、嬉しいです。僕はそれしかないです。ここでですね、荒川選手のことを聞いてる VTR があるので、はい、これからもう一つそれを見ていただきたいんですけども、はい、ちなみに誰が登場するか分かりますか？マスク？どっち？あ、彼はちょっとね、あんま出しちゃいけないんで。あ、出しちゃダメなんだ。はい。誰かな？では、早速ご覧いただきましょう。はい。はい、本当ですか、もう予想外です。こんにちは、元気ですか？ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。富山の武田です。荒尾選手をよく知る人物は、元富山県立泊高校バスケ部の顧問、武田勝志先生です。非常にあの口数が少なく、おとなしく、あの体は大きいんですけど、すごく優しい、高校生だったと思います。ただ、スポーツに対してはすごく意欲のある、子でありまして、バスケットに関してもあの最後まで一生懸命やってくれたと思います。そんな荒尾選手をバスケットボールの世界へ導いたのが武田先生でした。彼は、まあ、泊高校に入学してきたんですが、どこの部に入るかまだ迷ってたものですから、廊下で会った時に、まあ、授業の合間だとか休み時間だとか、放課後とか彼をちょっと呼び止めまして、バスケットを楽しいよみたいな形で、声をかけたりしました。反応はね、正直微妙でしたね。ちょっと避けているなって感じで、すごくか先生方に声をかけられるというのは何か、怖がってしまうような、そんなところもあったのかもしれませんね。本当に日本のビッグマンの選手が、B リーグで活躍するというのはなかなか本当に難しいようなこう時代になってきました。でも、35近くなっても、彼はビッグマンとしてこう頑張ってくれているということはすごく私自身は嬉しいですし、彼の頑張りには本当に感謝しております。ガク、頑張ってますか？自分らしさ、ガクらしさというものを、忘れないで、そして、大好きな千葉の、皆さんのために、自分の持てる力を与えられたことを、精一杯、頑張ってください。先生は富山からいつものように応援してます。またこっちへ来ることがあったらぜひとも、遊びに来てください。はい、健闘祈っております。さあ、というわけで VTR は、はい、荒尾選手をバスケの道へとこう導いたと言っても武田先生だったんですけど、はい、予想できてました。予想外ですね。もう全く予想してなかった。でもすごく優しそうな印象がある先生なんですけど、どんな先生だったんですか？すごいバスケットボール熱心な先生で、トレーニングだったりっていうののコーチを呼んできてくださったり、そう、大好きでいろいろなことをしてくださいました。こうちょっとバスケ入ろうか迷ってる時に何回もこう声をかけてくれて、それはあんまり嬉しそうじゃなかった。いや、嬉しそうじゃないっていうか、毎朝校門とか、毎朝じゃないですけど、2日に1回ぐらい、はい、校門に待ち構えて。そう、待ち伏せされてた。待ち伏せですよ。なんで、まあ、そろそろ、ああ、すいませんみたいな、そこ、なんか、圧倒されて、はい、はい、ああって言って、いつも学校に行ってました。でも、それがなかったら、ああ、もちろん、はい。違う、そうです。多分、バレー部に入っていたので、本当にありがたいですね。いや、そうですね。でも日本のバスケ界が武田先生に感謝しないといけないですけど、
じゃあ、武田先生にですね、カメラに向かってちょっと今日とメッセージを、はいはい、お願いします。武田先生、今回このようなメッセージをいただきありがとうございます。いつも応援してくださって、僕も頑張ることができてます。また会場でお会いした時、いろいろお話しさせてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、武田先生ありがとうございました。ゼッツだぜ。最後に、はい、ちょっと真面目なやつを、はい、ゼッツブースターの皆さんにお願いします。はい、笑ってるじゃないですか、ね、真面目なやつ。はい、ブースター皆さん、いつも応援ありがとうございます。これから長いシーズン、いい時もあったり悪い時もあると思います。そういう時にやっぱ僕たちに力を貸していただいて一緒に戦ってください。今シーズンよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今回のゲストは荒尾岳選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた試合会場でお会いしましょう。 See you soon in the arena. ジェッツだぜ。トガチ選手頑張れ。優勝目指して応援します。佐藤選手、今シーズンもディフェンスとスリーとその他もろもろ活躍を願ってます。ギャビン選手はブロックたくさん頑張ってください。おー、ジェッツ毎試合全部応援してます。今シーズンも頑張ってください。皆さんスマジェッツ応援してます。もうジェッツ、富樫選手、和中中から応援してます。富樫選手の影響で、バスケ始めました。スピードも速くて、シュートもすごいんで、これからも頑張ってください。ゴージェッツ。家族3人でフーミンの大大大ファンです。本当にねえ、ふみ大好きでもうすごいプレーもかっこよくて私服もおしゃれでもう完璧です。せーの、絶対優勝するぞー。ゴーチェーン。ふみ大好きです。YouTube ライブ配信いつも見てます。ねいつも優しく対応してくれて嬉しいです。応援してます。頑張ってください。富樫選手のセンスがもう大好きです。いつも応援してます。頑張ってください。頑張れ千葉ジェッツ。今年は日本一になってね。